どうも、大の字です。うーん、たい大の中学校、うーん、たい。なんで、この稼ぐプロ野球っていう本を読んで、やっぱ思ったのは、これはもう今何かをエンターテインメントを経由して何かを売りたい人たちは全員知っといた方がいい知識なんじゃないかなって。で、広島なんてかはもう年末にいくらの売り上げだったみたいなファンと共有するからね。可能な限り透明化した方がいいんですよ。なるほど。中日もやっとね、公表し始めたんですよ。やっと。だからちょっとずつ変わっていこうとしてるんですよ。みんながちょっと。でもここまでずっと隠してたの。巨人と中日だって。稼ぐプロ野球って何かっていうことを、つかまないとプロ野球の未来が終わっちゃいますよ。だってコロナでこんだけお客さんが制限されてお金ないじゃないですか、うん、え、どうするんですか。だってこれをどうするんですか。年俸とか年俸ね。今回大野は残ってくれた、チームを優勝させたいから美談みたいに聞こえるけど、ぶっちゃけ年俸は絶対阪神と巨人の方が絶対多かったんですよ、うん、大野はチームが好きだから残ったって言って拍手を送られたけど、それはお金が高いところに行くの全然プロ野球人として当たり前のことやから、ね、自分の能力をね、むしろ球団はこのお金がないことを反省しなきゃいけないんですよ。ということはこの問題をみんなが共有しないってことは球団が突然なくなりますよ。でもなくしたくなくないですか、うん、なくしたくないですよね。ダメでしょ、やっぱり野球好き。だから経営とかビジネスみたいなところちゃんと落とし込んだら、みんなが知恵を出していってちゃんとプロ野球球団が健全な経営をすれば野球界っていうのがちゃんと発展して続いていくってことです。ちょっと一ついいですか。野球好きだね愛してるよね野球。この愛はすごいよこれそうね、経営者だからね別にいや、ドラゴンズのこと超考えた。いや、考えちゃうんだよね。このまま行ったらマジでなくなっちゃうだって新聞読んでる人が少なくなってんだ。確かにこれそうですよね。ちょっとこれは中日新聞社の売り上げ落ちてるってことですよ、はい、どうするんですか。それでコロナでお客さん減って去年30億赤字って、はい、え、じゃあなくなっちゃうのかな。もしかしたら下手したら中国の企業とか買いに来る可能性あるよ、はい、今後日本のプレーヤーが金になるってなったら、で、名古屋って場所独特やから、はい、ボールパークをやっぱ一刻も早く作った方が、それやったら何とかしたら続けられるかとか誰もいない一人の会議室で頭の中でだからこの稼ぐプロ野球ではね、各球団のみんながね、ああしようこうしようってね、知恵を振り絞って、今が一番そういう岐路に立たされてるからこそいろいろみんな考えるんだろうけどね。だってこのファンビジネスが公になってきたと同時にさ、やっぱりクラウドファンディングっていうのが世の中に入っちゃう、はいはいはい、クラウドファンディングもそうじゃん、うん、結局コロナ禍になってライブハウスとかさ、うん、ミニシアの映画館とかを助けたら飲食店とか助けたのってクラウドファンディングじゃん、うんうん、あれ入ってよかったよね。結局応援したいファンタム、ファンビジネスっていうのがどれだけ大事かっていう、はいはい、顧客の皆さんがどうやってお金をこうやって補填していくかっていう、うん、でも今まではどっかのスポンサーに頼って一人に頼ってた、はい、もちろんそれもある、うん、広告って、うんうん、でもやっぱり今は一人一人の人たちが持ち寄ってきて、はいはい、そうすればものすごい額集まるわけよ、うんうんうん、いるかもよ、ドラゴンズタンス貯金だって言ってさ、すっげえ何億円って貯金してるおじいちゃんとかはさ、こんな困ってんのかドラゴンズがって早行ってくれればよかったんじゃんって言ってあるかもよ。じゃあ1にも2にも助けてくださいってドラゴンズが言うことなんですよ、はいはいはい、ファンのみんなでなんとか見習えって、でこういうグッズ作りました皆さん買ってください、うん、今木下雄介っていう男がリハビリしてね、うん、でローリングス社っていうグローブ社が、はい、あローリングスね、作ってくれたの木下雄介 T シャツ。これでも売ってないの、うん、T シャツを着てね、木下拓也っていう星がね、うん、ヒーローインタビュー出てるのがいて、うん、ゆうすけって頑張れっつって待ってるぞ待ってるぞってお前が来るまでって言って、うん、もう選手も木下ゆうすけの出囃子とかをね、大野雄大とか副投手がね、うん、自分でかけたりするんで、うん、戻ってくるまでこれかけますみたいなことやってるわけ、うん、だファンはみんなさ、この木下ゆうすけ T シャツ売ってほしいって言うわけ、うん、そりゃそうだよねこれね、あーローリングス社が特別に作ってくれたんです、うん、はい、なんで球団がやらないのよ、なんで球団がやらないのよ。今みんな思ってたよね、ほんとなんで球団が儲けてよ、儲けてよ、球団のお金利益にもなる、うん、そしてほんとにそれを木下さんの治療費とかね、リハビリ代とか、うんうん、そういうものに回せるんだったらファンは喜んで買うよ、うん、それが信者からの金儲けですか、金集めですか、違うでしょ、何年前の話よ。
ファンの思いなのよ。ファンの思い届いてないんだ。みんなにしてみたら、そうだそうだ、俺たち木下、俺たちずっと応援するぞ、待ってんぞ、そういう思いなのよ。思いなのよ。俺はこれを形にしてほしいのよ。ドラゴンズさんっていうね。そう、これ誰かで、これグッズタレントの人が悪いわけじゃないのよ多分、うんうん、あの人たちは一番この本の稼ぐプロ野球でめっちゃ書かれてんだよ。でもほんで許可ハンコをもらいに行って、どっかの誰かが止めてんのよ。俺はね、他球団も勉強してほしいと思って。いやー、分かる。カープだったらもう作ってる。すぐ作ってるよね。工場持ってるから、うん。前もなんかそのカープのね、監督がなんかがベース投げて、はい、すぐ T シャツ。次の日かなんかに T シャツしてたっつって、はい。それはタフだし、応援するし、みんな買うし。はい。これなんてもうまさにそうだ。工場作っても絶対すぐ利益なんてすぐ取り返せますから、うん、お金ないんだよ、工場の作るお金ないんだよ、じゃあ行ってよ、そのクラウドファンディングしましょうよ。確かに。それでグッズがいち早く手に入るんだったら、いや出すよ出すよ、本当に。それこそそういう工場を持ってる工場長とかが、いや言ってくれたらうちいいですよ、やりますよっていう言う可能性あるよね。名古屋の町工場の方がさ、そんなんだったらうちに発注して作るよ、すぐ作りますから。おいみんな来たぞ、ネタ仕上がったぞ、電車に何も寝ないでもすぐ一日でガーッて過ぎてください、もう明日もバッテリードーム名古屋で売るぞって、ブワッ持ってきて、うわーって言って、もうそれはニュースになる、それはニュースになる、みんな買うよ、うわ一日で完成ね、ね、もう完売してさ。そうよ、この稼ぐプロ野球を見るとすごく今後の5年先、10年先のプロ野球ってのはどうなっていくのか、これなんですよ、はあ、徹底したファンサービスだよね。よくほらさ、プロ野球の話を沢口さんにしててさ、はいはい、ちょっとごめんね、すぐ終わるからね、要は物語のある人に投資するじゃん、はい、応援っていう話でね、はいはいはい、で BTS なんかもそうじゃん、普通の少年だったみたいなこと自分で語って、うんはいはい、夢を持ってなんかみんなでこうやってご飯食べて、うん、何とかからみたいな言語化しやすいし、うん、彼らうまいんですよ、うん、スピーチで。でそうやってきたものを物語化してるものをみんながベットするみたいな、エンタメの新しい側面じゃんね、うんうんうん、で木下雄介って一回もうね野球はやめてるんですよ。えそう、木下雄介っていうのは一回実は野球をやめて、うんうん、スポーツジムで働いてる時今の奥さんと出会うんですよ、はい、でも野球のことは忘れてたってなったら草野球に呼ばれるんですよ、はい、じゃあ久々に投げてみようかなみたいな感じで言ったらツッパツバ投げて、もうめちゃくちゃすごい球投げるわけ、うん、奥さんが初めてそれ見て、私付き合ったけど今日が一番いい顔してた、本当はあなた野球がやりたいんじゃないのって言うわけ。いやでも今こうやって就職してね、こうやって家族を養っていくって決めたからって、いや金は何とかする、私も働くから野球やってって、俺今から野球一回やめたのにと思った時に Facebook を久々に開いたら、同じように高校時代に一緒に野球やってた増田っていう人がね、今読売巨人軍のレギュラーですよ、うんうん、がたまたまシェアしてた記事が四国の独立リーグのトライアウトの募集だったの、うん、あれこれ俺今開いたってことはこれ行けってことかって運命かなと行くわけ、独立リーグで、はい、独立リーグからプロに年間そんな入んないですよ、10人もいないですから、うん、そうだよね、指名されるの、まずそこのトライアウトだから本当末端の末端ですよ、うん、独立リーグの、うん、合格するんですよ、でそっから結果バンバン出してますよ、球がめっちゃ速くなってきて、どんどん、うんうん、でプロに選手じゃなく育成枠、まただからプロの末端に中日ドラゴンズで指名されるんですよ、はいはいはい、迷うんですよ、契約金が大きくもらえないから育成選手、うんうんうん、これやるべきなのか人生の上で、今なら戻れるんじゃねえかと思うけど、うんうんうん、普通思うよ、奥さんが絶対やるべきだと、中日ドラゴンズに示して、これはあなたの運命なんだ、こっから頑張って支配下になろうよって、うん、で2軍でどんどんスピードが上がってどんどん結果を出すんですよ、うん、で2軍の中で初めて育成から支配下なんですよ、もうその時はもうこっちも幸運ですよ、うん、ってあの叩き上げの一度野球やめた男が、そんなやつがで顔つきはこんな険しいね、だからこの男のこの顔つき、これドラゴンズを変えてくれると思ったんです、うんはい、そしたら二軍戦で投げてる時にお父様が交通事故で亡くなられる、でも木下ですけどその日すぐ帰らないで
試合に出たんだよね。もう俺プロ野球選手だから、でも二軍戦で、本当ならもう行っていいわけ大阪、その時大阪実家だから。試合が終わって行って、次の日がいわゆる告別式というか、はいはいはい、そうじゃないですか。悲しみを押し殺してそうしてたら、見たことある人たちがみんなグワーって入ってくるんだって、うん、ドラゴンズの選手とコーチたちがもう服に着替えて追いかけてきて、でみんなでこの線香を立てに来てくれて、お母さんがその時に、ああって、あなたはドラゴンズに守られてるんだねって言うわけ。つまりこのプロ野球の中にいて自分の居場所、その仲間を見つけた瞬間だぞ、いいチームやと思って、で今年はもうキャンプからあの藤川球児さんが、はい、自分は火の玉ストレートって言われて、はいはいはい、この後継者今まで誰もいなかった、阪神にもいなかった、うん、見つけたと、木下雄介彼だと、今年とんでもないこと起きますよ彼でと、で僕ドラゴンズは起き足立ってるわけ、よっしゃって藤川にこんなこと言われた、でキャンプ順調に進んだ、オープン戦抑えまくる、150キロ常時超える、あ、今年は木下の年だみんな思った、うん、そしたらオープン戦終盤もういよいよ開幕前、うん、投げててもなんかその日ちょっと予想おかしかったね、それある球でいきなりガキッて音が、ものすごい音が球場に出ていて、でボールがボテッボテッボテッってそのままうずくまって倒れて脱臼しちゃったんですよ。で脱臼は過去プロ野球選手でピッチャー、特にバッターじゃなくてピッチャーですよ、大体引退の理由なんですよ。結局思うようにボールが戻ってこなくて、火の玉ストレートって言われた男のストレートはもうほぼ戻ってこないんですよ、はい、でこの間手術したんですけど靭帯も実は痛めてて、そこもやったんです。これもほぼ再起できた選手はいない、まあ一応桑田とか戻ってきたけど、脱臼プラストミー・ジョンス手術ほぼ難しいですよね。でも彼は病院に行くときに記者から一言言われたときに、リハビリ頑張りますって言った一言で、俺はもうそれが辛くて、神様っていないんかなってぐらい思ったその時。そしたらコメントよ、うろ覚えで申し訳ないですけど、その時彼がねやっと発した言葉っていうのは、必ず戻ってきますと、でこれで戻ってきた人いないっていうなら最初の一人目になると、そうすればこのあとこういう脱臼したピッチャーにも勇気を与えられるし、自分がその一番最初の人になるんですみたいなこと言うわけ、必ず戻ってきますからゆっくり直しますと、これが言えるんだよ。なんでこんなに強いんだと思った時に、そうか、彼は何回も挫折して何回も負けて這い上がってきたから、もう一回這い上がるっていうわけ、どうせ無理だっていうやつもめっちゃいるんだよ、もう無理だな、難しいよなって。でもこうやってみんなが T シャツ着たりとかやってるわけで、彼の登場曲っていうのが湘南の風のね、黄金ソウルの曲なんですよ。でこれがもうまさにそういう歌なの、絶対なんて絶対ねえって言うんですよ、その歌。つまり周りがなんと絶対、お前も絶対終わりだよとか言っても、いや絶対はねえですよ、だって絶対じゃねえ人生を生きてきたからっていう、どんな形で戻ってくるか分かんない、でも俺たちは多分木下が戻ってマウンドに投げた瞬間に普通でいられる自信がないね。これは応援するな。ではね、弱いですよ、打たないですよ、本当にあのもうボロクソ言われますよ今のドラゴンズ、でもいいチームやなぁと。でもこのね、黄金ソウルがもう今のドラゴンズみたいな歌なんですよ、本当に今頭の中で鳴ってたけど、マジでちょっと泣いたあれいいよね。いやすごい。だからちょっとこの物語聞いて、じゃあ例えば今ね俺がというわけで木下雄介 T シャツ4000ですって言ったら、はい、買いますよね。あ、すいません3枚くらいですよね。これ売り上げが彼のリハビリのお金になるんですよ。あ、本当ですか、じゃあ5枚くらいということです。だって稼ぐプレイヤー買えるものですけど、すごい、ぜひ皆さん、あの本の方手に取って勉強してみてください。いや皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。いや、いい話だな。チャンネル登録しちょくれー。